さあ、14日目。もう行くしかないね。ボスまで行きたいとこだけど、まあ、ヘビガラスを抹殺して、ボスへの道ぐらいでもいいかな。今日は雨か。いやあ、ダチョウクラブだな。よし。戦うことを考えるとね。とりあえずこんなもんで行ってみるか。行くぞ。雨の強い日はアレルギーだ。そんなの構っちゃいられねえ。走った方が早いなこれ。なんの意味もないよね。いくら走ろうがこれ次来るまで待たなきゃいけないし。とりあえずここ行きますか。目には目よ。羽ピクミンには羽ピクミンを。行け。やれ。ボコれ。ボコれ。やったぜ。なんか赤ピクミンが何匹か飛んでる意味がわからないけど。これを壊させているうちに。これは視界チェック、視界チェック。こんだけいるのになかなか壊れないです。あった、とりあえず。よし。こっからじゃ投げれないんだった。ないから。おめえの仕事ねえから。なんというホワイト企業。怖い怖いよ怖いよ。こっちみんな、こっちみんな。はは、怖っ。ロックオン。ギリギリまで寄ってポイッと飛んだ。お前も行け。よし。確かここが繋がってたような気がするから。しんどい。もう4分の1日経った。時が経つのは早すぎる。ああよかった、岩ピクミンもいる。持ってきといてよかった。またいるんだけど、またいるんだけど。ロックオン。こいつは動き出す前にあれだな、羽ピクミン使って無理やり倒しきるから。よしよし。
あれじゃ引っかかったやつも無理やり取り返せるみたいだ。ちょっと増えてもらおう。まあこれで多分ボスにはいけるようになったかな。あとはキウイを回収して、で、隊長をシュート。ボス戦の音してるけど、お前なんでそっちから行くねん。わざわざ危険なとこ行くのやめろ。大丈夫か。これどうやって取るんだ。最初届かなかったけど、動かないんだけどな。やめて、この程度私にダメージにはならない。よし、なるほど、わからん。さあヘビガラスさんやるか。ヘビガラスさんは100匹で囲むと出てくる前に殺せるけど、多分できないだろうから、赤で大ダメージ、黄色で上から、羽で空飛ぶ攻撃。多分羽ピクミンを使えってことだと思う。いけ、帰ってこい帰ってこい帰ってこい。こいつはついばめに来るから、よしやれ、引け引け、あーあああ、3匹食べられてしまった。ああ、ごくんされた。離れろ。バカが。その攻撃は悪手だったな。よし。あ、リンゴじゃねえか。しかし何匹か食べられてしまった。さあ繋がった。とりあえずね、はぐれたやつを確認。一匹いるわ。繋がって、ぬわい、ないだと、え、どこ、あ、ここかと。明日やな、ボス戦は。ぴったり。あとここか。あの、いった。危ね、残り8匹じゃぴったりじゃん。危ね、
うわー、罠だどんどこどーん、罠だどんどこどーん、あぶね、こっちは大丈夫だよね。あー、上がった。帰っておいで。じゃあ君たちの仕事はこれだ。じゃあ、とりあえず適当に増えといて、君たちは。もう今日はボスまではいかないから。あれ？これが！爆弾持ってこないといけないのか、これ。爆弾ここなかったよね。あいつらやめなかったな爆弾取ってこよう。爆弾、爆弾黄色。爆弾、爆弾、ここだっけ。わー、一方通行や。まあまあまあ、もう今日はすること。復活してる。あそこだけなんとか壊しきりたいな。明日で終わらしたいんで。よし、帰るぞ。とりあえず死ぬピクミンをチェック。ゼロ、オッケー。じゃあ大丈夫、全員で行動すれば大丈夫だ。急げ急げ、間に合うかこれ。ギリ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 。なんか声がするね。キュッ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 って。よし、爆弾、爆弾、爆弾。よし、あとはこいつを。間に合うか、10秒。でもさすがにこれは間に合わなかったね。死んでしまうピクミン。ゼロ、オッケー。はあ、
ピピーっと。犠牲ゼロって分かってるんだよね。さーて、おキウイフルーツ、そしてリンゴ、見かけ等し、一つ前に牡蠣、これ渋牡蠣だったのかな、夕日の実、独特の香りが苦手、うーん、種から育てて実がなるまで時間がかかるようだね。牡蠣は長いからね。見かけ等しくんです。なんだこの微妙な微妙な量。そしてねバグズキングだ。リンゴですよ。祝い20種類回収、もう十分でしょ。いやまだもっともっとたくさん集めなきゃ。そうすればより多くの突破星人を救えるはずなの。チューチューっていうジュースを、ね、ストローで飲んだ時の最後の飲み方みたいな音がした。さあ14日目、さあ決戦やな。なんか12匹死んでる。まあヘビガラスさんは強かったですね。ちょっと疑問点がいくつか。こっちじゃない、こっちじゃない、ここか、ここね、ここ、うん、再生あれピクミン、俺の見ていないところでなんということでしょう。いやー分業は恐ろしいね。やっぱ現場監督が必要だわ。で一応オリマーさんがこの辺になんか置いといたっつったけど、なんか掘らなかったよな。ここも行けなかったし、まあどうせまた青ピクミン取った時に来ることになるんで、ボス倒しちゃってもいいかな。今日は決戦だ、行くぞ。しばらく羽ピクミンを観察していたところ、戦いは苦手、空を飛ぶことができる彼らにしかできない仕事もあるはずね。彼らの能力を発揮できる場所を、注意深く観察してみよう。適所適材。適材適所。